久保さんトムハンクスですか僕ね、トム・ハンクスのね、あの、キャスト・アウェイだったかなそうキャスト・アウェイってやつがあって、あの、まあ、飛行機が墜落して無人島にこの落ちるんですよ。で、その無人島を落ちて、あの、一人でこう生きていくんですよ。で、そこで、あの, <laughs> あのバレーボールに、 なんかその血入れ、なんかそのバレーボールと対話するみたいな <laughs>。これ結構ね、超僕、面白かったですね、トム・ハンクスのシリーズの中では。これはそのなんか、生きるっていうことがどうなのかっていう、生きるっては何なのかっていうのをね、あのー、考えさせてくれる映画なんじゃないかなって、生きるっていうことはどういうことなのかと。で、この映画の中でトム・ハンクスがね、こんなこと言ってます。あのー、 今やるべきことは分かっている。明日も日は昇る。だから呼吸を止めないことだ。波が何を運んでくるな,なんて誰が分かる、わかるかと。要はまあ、どういう状況でもね、生きるんだみたいなね、うん。生きなきゃいけないと。なんかまあそういう決意だったりとか、うん、なんだろうな。うん、まあそういう、なんか、なんかといろんなね、まあそれ映画見ないとはちょっとね、 まあ、伝わりづらいかもしれないですけども、まあ、いろいろ試行錯誤まあ、トム・ハンクスもいろいろ考えるわけですよ。なんだろうな、あの、自分との対話なんですよね。うん。なんか、多くの人って、まあ、他者にこう影響されて生きてる部分が多いと思うんですよ。だけど、まあ、この、久保さんもそうだと思いますし、僕もそうなんですけども、こう、一人で稼いでいくっていうのは、やっぱ、 誰も周りにいないのであの自分でこう考えて自分でこうやっていくしかないんですよってなってくると自分と対話するんですよねうんそうなな,なんだろうな、うん、多くの人はその自分との対話っていうのが少ないんじゃないかなと思いますね、うん、なぜならば自分と対話しなくても職場っていう環境があってあの職場に行くと 人がいてみたいな感じで自分と対話するより他に気を使うというか他のことを気にするっていうことの方が多いんじゃないかなと思いますうんネットビジネスで僕と久保さんみたいな感じだと誰もいないのでまあいるのはね目の前にいるのはトム・ハンクスだと目の前にいるのはそのバレーボールなんだけども <laughs> 目の前にいるのカメラですからねまあ久保さんに語りかけてますけど久保さんはいないんでこのここにはね カメラがあるだけなんで無機質なカメラがあってそのカメラにただ喋ってるだけなんで、うん、まあお客さんもいますけどでも実際にここにいるのはカメラなんですよ <laughs> バレーボールみたいな <laughs> そうだからまあ誰かに語りかけてるんだけども結局それは本質を言うてしまうと自分に語ってるみたいなね実は相手に語りかけてるように見えて自分と対話してるみたいな イメージ的には、ね、うん、だそれをねずっとするとなんかその自分の考え方というかまあ生き方というかなんだろうな例えば堀江さんのね人生その聞いてみマん,んのみたいな堀江さんもういないんですよね僕が聞いたのはあそこの場で1回なんだけどもその堀江さんの言葉をこう出して無人のカメラにねこのその堀江さんの言葉を言って自分に対してこうその問いかけていくっていう。 そううん、結構自分との対話ってねすげえ僕は大事だと思うんですよねなんで自分との対話が大事かっていうと自分の人生っていうのは自分しかいないんで、うんうんはい、今やるべきことは分かってる明日も日は昇るだから呼吸を止めないことだ波が何を運んでくれるかな誰もわからないと誰がわかると まあこのセリフの中にまあそういう自分との対話自分の人生をどう生きるかっていうところをどう考えてどうアクションしていくのかっていうなんかまあそういうのが詰まってるんじゃないかなと思いますね。はいっってらっしゃい